今回は逸話編を離れて番外編をお届けいたします。私たちの人生に次々と起こる悩み事、八方塞がりの中どう考えたら前を向けるのでしょう。その悟り方のコツをなんと数式で解き明かそうという茶木谷義信先生のユニークな試みです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、前回みたいに逸話編をやるんじゃなくて、ちょっとこう、実は2回目なんですけどね、逸話編を離れまして、番外編ということで、やってみたいと思います。前回のですね、番外編は、8つの誇りを科学するという。あれね、もう実はですね、もう1万1000回超えてましてね、視聴数。1万2000回にもうすぐ届こうという、もう私の中ではですね、あの配信はですね、もう神回っていうね、こう認識なんですけど。よかったよかった、見たよ。ありがとうございます。はい。で、まあ今回はあれに続いて2回目の、まあ、番外編をやりたいと思っています。で、テーマはですね、悟りの方程式っていう。ね、なんかもうここにほら、こんなことが書いてあったりして、もうだんだん、これ見ただけでも頭が痛いっておっしゃる方、おいでになると思いますけど、その頭が痛いと思った方にこそですね、実はこう今日の話は聞いていただきたいっていう話なんです。だから、もうこんなん嫌だ、もうって、ビッと他のとこ行かないで、ね。もうちょっと待っててください。の後にね、とっても大事な話をします。で、例えばね、こういう、もうこれ見ただけでも頭痛いでしょ?もうなんか、何これって。ね。で、これね、実は、こう、ぐちゃ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 っと書いてあるんですけど、これ実はもう、めちゃくちゃ簡単な式にね、直すことができるんです。ちょっと僕やってみますね、今からね。ちょっとなんか、ドヤ顔しますけど。ちょっとこれやってみたいと思いますね。で、数式に触るときにね、どうしてもね、こう BGM でね、私の頭の中になる音楽がある。鼻歌で歌いながらやります。いきますよ。はい。ダガダ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 ダッタン、ダガダ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 ダッタン。ご存知ですか?わかんない。タンタンタタン。タランタタララン、タタンタン、タタタタン、タランタタララン、タラッタ、タラッタ。あ、間違えた。ダララ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 ンって、これ実はね、因数分解、ね、昔、中学校の時に習ったと、高校ぐらいかな、習ったと、これ因数分解っていうやつなんですね。で、これね、別に、これをね、ひけらかしてやってるわけじゃなくて、上、この赤いこの式見たら、なんじゃこりゃと思うでしょ?なんじゃこりゃと思うんだけど、これが、ずーっとやっていくと、こういうふうに変わるんですね。もう実に簡単な形なんです。これ、まあ、因数分解って言うんですけど、これね、もしもね、私たちの日常生活でこれ起こってるとしたら、どう思われます？例えば、こんだけ日常生活でもうわけわかんないこといっぱい起こってくる。もうね、で、それが、例えば、ふーっとこうやっていったら、あ、なんだ、こういうことかと、いうふうに、こう、心の中でストンと収まる。これを私たちは、この過程のことをですね、まあ、悟りというふうに呼んでいます。はいはいはい。うん、はい。なんかつまり、こう、ごちゃごちゃごちゃやったら、いろいろあるんだけど、これをやっていったら、あ、なんだ、こういうことか。で、これが私たちが、まあ日常的に、まあ悟りっていうふうに言ってる世界ですよね。で、お筆先の46番に、こういうのがあります。この道を早く知らそうと思えども、悟りが脳でこれは難しいと。こういうふうに親神様がおっしゃってる。で、この道を、この天理教の道、陽気暮らしの道を早く知らそうと思ってるんだけども、あなたたち、やっぱり悟りがないから、これやっぱりなかなか難しいと。確かにでもね、これをですよ、ここまでですよ、簡単にできるような悟りの方程式、悟り方っていうのが、難しいんですね、これね。だから今日は、どうやったらこの悟りが
できやすいのかっていうことを、ちょっと今日ご覧になっている皆様方に、まあ私の意見をちょっとこう聞いていただきたいというふうに思っています。はい。で、例えばですね、私たちの日常生活の中でいろんなことあるわけです。例えば、ちょっとこれ、消しますけど、ビビビビビ。例えばですね、なんか急に子供が学校行かなくなっちゃった。ね、あるいは孫さんが、ね、学校行かなくなっちゃった。例えば、それを、例えばこれ、まあちょっとね、わけわかんないので、X 事情 G としましょうか。はい。もうなんか、子供が急に学校行かなくなっちゃった。なんじゃこりゃですよね。ちょっと昔の、なんじゃこりゃって言われた。わかる、わかる人にはわかる。はい。なんじゃこりゃっていうのが起きるんですね、やっぱりね、日常生活の中で。なんでって。もう大変ですよ。もう家の中がね、もう本当みんなが心配しちゃって。ね。ほいで、悪い時には悪いこと重なるでしょ？例えばこれで、なんでこんなこと起きるんだろうって。例えばこれにね、こういうことが足されてくる。例えば、ああ、きっとね、あれはね、嫁のしつけが悪いと。ね、うちの嫁が、まだわけわかんない。うちの嫁あれもうわざわざ修行館まで出したのに、ね、もう、こういうことが起きる。もう嫁のやっぱりね、信仰がやっぱなってないというふうに思われてる。ね。方嫁さん全然違うこと考えてますから ね, ね。嫁さんの立場で言わせたらね、うちの宗徒はね、天理教やってて、ね。なんでああなのって絶対思ってますからね。はい。もうこれお互いですから。はい。だからね、もううちの宗徒はね、教会行ってね、いろんな人にね、うちの嫁はこうこうこうと言いふらしてるに違いないと。だから私、教会に行きたくないのよと思ってる、奥さん。そういう方おられるかもしれませんよね。わけわかんない。でそういう時に誰に相談するかって、僕ご主人でしょ。これまたね、悪い時には悪いこと重なる。ご主人がまた理解がない。ね。これ BXG としましょうか。はい。ね。もう全然理解がない。もう何も相談しても、もうそんなことぐらい、まあもう自分たちで解決しろよって、俺仕事で疲れてんだから、忙しいんだから、全然もうご主人が言うこと聞いてくれませんってね。悪いことに悪いこともっと重なりますよ。そうやっているうちに、今度は自分が病気になっちゃった。ABG としましょうか。自分が病気になっちゃった。もう体の調子悪い。ね。もうどうなってんの？ね。進行してて。なんでこうなるのって思っている。そういうことが起きてくる。そういうことってね、あるんです。人生の中で。ね。で、じゃあそういう時にどういうふうに考えたらいいのかっていう今日はね、ポイント3つだけあげますね。これ利用したらね、全部解決するかってそうじゃないんですけど、まあ、とりあえず、こういうふうに考えてみたらっていうヒントを、このちょっと、これを使ってね、ちょっと、解説してみたいと思うんです。まず、一番目のポイントです。それは何かというと、これです。はい。解けない問題はない。はい。で、これをね、まず信じないとダメです。はい。神様のね、お出しになる問題って、簡単に解ける問題はお出しにならないんです。なぜかっていうと、簡単に解ける問題は何も出したって、力につきませんもん。だから、神様がお出しになるこういう問題は、ちょっと難しい問題なんです。でも、解けない問題は出されないんです。ちょっと頑張れば解けるっていう問題を、神様は常に私たちの前にお出しくださっています。はい。さっきの問題でもそうです。子供の問題とかね。あるいは嫁姑の問題であるとか、夫婦の問題であるとか、病気であるとか、二乗事情は必ず、ちょっと頑張れば解けるはずだっていう、この信念。これを、まず一番目に。これは信じることです。持つことです。お指図に、こういうお指図がございます。どういうことであろう。難しい中、どうでもこうでも通り抜けにゃならん。難しい。どんな暗がりの中でも心一つで通れる。どんな明るい中でも心がなけりゃ通れようまい。これ明治24年5月29日のお指図なんですけど、こういうお指図があります。つまり神様は通り抜けてくれっておっしゃるの。この難しい事情未情の中を。ね。心一つで通れるよって。その心を作ってほしいからこういう難しい問題を出してんだよっていうことを神様はお指図で私たちに示してくださっています。だからまず一番目のポイントは
解けない問題がない、私たちに乗り越えられない壁はない、そんな問題は神様をお出しにならないっていうこの信念です。これは当然のようで、こう私たちつい忘れてしまいがちな問題だと思いますね。これがまず一番目です。覚えておいてください。それからじゃあ二番目のポイントいきます。これね、未曾有事情に目を凝らすってことです。で、例えばこの式見てください。なんか同じもんありません？ある。この4つに共通の文字ありますね。これですよね、これですよね。よーく目を凝らすと同じ文字がある。因数分解ってね、思い出してください。同じ文字があるんだったら、その文字でくくり出せるですね。これ、例えばこれは G カッコということで置き換えられるんですね。X、これやりますよ。X 事乗プラス、AX プラス、BX プラス、AB という形に置き換えられます。つまり、この G って何かというと、私はなぜ G を使ったかというと、ゴッドの G です。つまり親心です。はい、2番目のポイントは親心でくくってみるってことです。つまりどんなに難しい未曾有事情であっても、そこには必ず共通項として G、 つまり親心がかかってるんだってことです。なるほど、はい、だからこれがポイントなんです。これお札先です。第5号の80番です。どのような珍しいことと言うたとて、神のすること、なすことばかり。だから、どんな難しいこと起こってきても、どんな珍しい、滅多にないことですね、起こってきても、それは神がすること、なすことばかりなんだ。っていうことです。つまり、そこには全部親心がかかってるってことです。だから、その親心が、あ、そうかって、こんなに私苦しい思いしてるけど、これ一つ一つに全部親心がこもってこういう形になっているということを、悟ることです。これが悟りの方程式の2番目のポイントに僕はなると思っています。親心でくくってみる。今コロナでね、世界中今大変でしょ？で、いろんな宗教が今コロナに対してどういうふうに考えようかっていうようなことをいろんなキリスト教も仏教もやってます。で、私もいろんな、YouTube とか、あるいは公開、パネルディスカッションとか、ああいうのこう、いろんなところで見るんですけど、やっぱりね、あれは苦であるとか、あれはやっぱりこう、人間に対する試練であるとか、そういうことを言ってる宗教はたくさんあるんですけど、あそこに親心がこもってるっていうことを言ってる宗教は、あんまりない。だからこ私ね、このやっぱりどんな辛いことの中にだって、これやっぱり神のすること、なすことばかりなんだから、神様がわざわざこういう問題を出してくださっている。これをやっぱりね、しっかり意識することが、私はこの悟りっていうことについてはとても大事なポイントだと思っているんですね。はい。で、3番目のポイントです。例えばこれくくりましたよ。親心で。え？あ、なんだ、こんな難しいことに見えたけど、全部 G がこうやってかかって、親心がかかってるんだから、それちょっと一回抜けてみたら、こういう式になった。さあ、ここで思い出すんです。あ、これ X 抜けてるわ。これ X 抜けてます。すいません。これ X 抜けてます。あれ？これ見たことあるぞって。これがですね、例えばこれこう変えますね。G カッコ、X の2乗プラス、あ、これ中括弧にしましょうかね。これ X でまたくくり出してみますと、A プラス B、X プラス AB という形になります。これ見たことある。これ見たことある。かけて心、足してここ。ということは、これは、こういう形に置き換えられますよね。X プラス A、X プラスの B と。あ、こういう形に置き換えられます。つまり、ここからここを導き出すっていうのが、これ公式なんです。3番目のポイントは、これです。公式を学ぶってことです。これどっかで見たことあるぞっていうことが分かんないと、これここまでもいけませんもんね。そうだな。はい。だからこの公式、これはね、やっぱりね、勉強しないとダメです。だから、あれってこんなに複雑なことに見えたけど、こうなってみると、ね、全部親心がかかってる。そこ、これ見てみると、あ、これどっかで見たことあるなって、
確か親様が逸話の中にこれ残してるなとか、ね、経典の中に確か貸物借物の教えがあったよなとか、あ、そういうことかなっていうことを思い出す。その公式に当てはめてみると、案外簡単な形に変えることができるってことです。で、これだけ複雑に見えた未条や事情が、なんだ、親神様が例えば私の心だとかね、あるいは家庭だとかね、あれ夫婦だとか、そういうことに神様がこうやって親心をかけてくださっている、その姿がごちゃ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 っとしてるんだけども、この姿だったんだっていうことに気づけば、これが要するに私はもうその、悟りっていうことにつながっていく。ポイント3つです。私が思うのにね、3つです。1番目、解けない問題はないっていうことを信じること。2番目、親心が全部そこにこもってるよってことを意識すること。3番目、やっぱりこれは公式をちゃんと勉強しておくこと。これがやっぱり僕は大事だと思う。で、この公式学ぶっていうのは難しいですよね。やっぱ自分で全部勉強するのはなかなか難しいので、ここはやっぱり会長さんの手助けを借りるとかね、会長さんどういうことでしょうかっていうものをお伺いしたら会長さんがやっぱり会長さんの思いをこう伝えてくださる。あるいは本を、ね、本を。本を。買ったよ。はい。勉強するとかね。そしたらね、やっぱりこう、これどっかで見たことあるっていうのを思い出すんですね。はい。で、やっぱこれは本の助けを借りたり、あるいは先生の会長さんのお力を借りたりっていうことで、私はこの3つをやることによって、この複雑極まれない公式が割と簡単な形にこう、悟ることができるんじゃないかと思っています。ね。すいません、ここまでね、僕悟りの方程式って書きましたよね。これ方程式じゃないんです、実は。これは単なる多項式です。ね、最初から突っ込もう突っ込もう、いつか突っ込もうって、下のコメント欄にいつか書いてやろうと思ってた、あなた。方程式は違うよ。方程式は、方程式っていうのはね、実はイコールがあるのが方程式なんです。うん。で、じゃあ考えてみてください。この方程式、これを方程式にするには、このイコールの右辺が必要なんです。イコール、なんとかって。ね。さあなんだろうって。私はそれがこれだと思うんです。ああ、なるほど。はい。神様は、このいろんな未条や事情を出してまで、私たちに何を求めておられるのか、お前たちに陽気暮らしをさせたいと思っておられるんです。だからそれをしっかりこの問題を解いていくことが、私たちの力がつくことであり、陽気暮らしに私たちが一番近道に、ゴールに駆け抜けることができる、この問題。それが未条や事情だというふうに思っています。でもね、未条や事情を通っている時ってね、きついんですよ。これは辛いんですよ。もう半端じゃないですよ。そりゃそうですよ。うん。でも、その半端じゃない、そのきついところを、やっぱりこう、通り抜けること。なんで進行しててもこんなね、問題がなくならないんだろうって思ってる方もおられると思うんだけど、これはね、言っときますけどね、進行してて問題がなくなるっていうことはないんです。むしろ、進行していたら問題が、やっぱり出てくるのは当たり前なんです。なぜかというと、完璧な人間なんていないからです。常に私たちの心は足りてません。陽気暮らしのね、向かうためには、やっぱ足りない部分というのがあって、それを神様が少しずつ少しずつこうやって頑張れ頑張れって、ね、心に力つけてあげるよってって問題をたくさん出してくださるので。で、あるいは完璧な人間いない。それからもう一つは、人間の心はやっぱり揺れてますから。行ったり来たりしてます。進んだり戻ったりしてますから、戻った時にはやっぱり神様が教えてくださる。次から次へと未条や事情が起こるときに、こういうふうに思ってませんか？私はやっぱなんて得がないんだろうって。ねえ、私はなんて因縁が悪いんだろうって。考えてしまう。ねえ、うん、思いますよね。あるいは人から言われることもあるかもしれない。あんたはな、やっぱ得がないなとかね、因縁が悪いなとか。でも、あまりね、そういうこと考えない方が僕いいんじゃないかと思ってるんですよ。というのは、考えてみてくださいよ。例えばさっきの問題、子供がね、問題を起こすとかね、夫婦の問題で嫁と中途いがみ合うとかね、あるいはもう体が病気になっちゃったとかね。こういうことだって、ちょっと心が、ね、お前間違ってるよって神様思われたら、すぐに神様が手を出してくださる。すぐに神様がお手入れをしてくださる。ね。もう、ちょっとでも道を外そうとしたら、神様がすぐお手を差し伸べてくださる。これ、得のない姿ですか？僕はそうは思わないですね。こんなに得に満ち溢れた姿はないじゃないですか。親心いっぱい神様から頂戴して。こんなに親神様から、こう、
こっちだよ、こっちだよってもう手を、で、ね、こう、手、足を、こうやって、こっちこっちこっちって導いてくださってる、その姿って徳のない姿ですか？こんなに徳に溢れた姿は僕はないと思います。だから、徳がないとか因縁が悪いとかいうふうに、自分で思うのは構わないんですよ。僕はそう思って、ああ、やっぱ俺徳がないなと思うのは OK なんだけど、でも、それをあんまり自分に背負い込まない方がいいと。やっぱりそれよりもやっぱりここに込められて親心は何だろうっていうことを前向きにやっぱ問題を解いていくっていうことが僕はとっても大事だっていうふうに思ってるんです。私の本、さっき見せましたけど、この本の僕はサインを頼まれたら必ずこういうふうに書くんです。ああ、欲しい。はい。いいね、はい。こういうふうに書くんです。じゃあどういう意味で僕はこれ親心っていうのを書いてるかっていうと、つまりこの中に書いてる話は全部親心がこもってる、かかってるんですよっていう、そういう思いで最初の扉に親心っていうのを僕は書くんです。で、それがこう、全部この本に親心がかかっているので、ぜひこの話を親心っていう視点で読んでくださいっていう意味でこう書いてます。はい、さっき欲しいとおっしゃいましたね。欲しい欲しい。いや、もう、買ったけど。あ、そうですか。もう一冊欲しい。はい。あ、じゃあ、これ、僕ね、じゃあこれ、10冊だけ。これ、サインして、これ、要読者に置いときますので、はい。先着10名の方に、はい。これ、サイン入りの本を買えますっていうことに。ああ、素晴らしい。はい。1冊買うかなって、9冊しかないよ。はい。みんな買ってください。はい。10冊です。はい。で、これね、誰も買わなかったら、僕が落書きしたから、これ売れなくなるんで、全部僕が買い取らなきゃいけない。皆さんよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。ということで、今日ね、今日、堺に、先着10名の方、要読者の、本社、本通りのね、真ん中にぐらいにありますんで、そこに行って、YouTube を見ました、サイン入りの本をくださいって、おっしゃれば、これ、買っていただけるようにしておきますので、ぜひ、これを、そういうふうに言ってお買い求めください。いや、もう、欲しい。はい、ありがとうございます。ということで、今日は悟りの方として、ちょっとね、難しいことも言いましたけど、でも、僕が言いたいことはお分かりいただけたと思うんですね。やっぱり、これをしっかり、この3つのポイントで、神様の親心をやっぱ悟っていくっていうのが、僕はやっぱり、未成事情をいただいた時の秘訣だというふうに思っています。今日は番外編をお届けいたしました。いかがだったでしょうか。ではまた、お会いしたいと思います。今日はこれで終わります。ありがとうございました。